ち悪い。チワ、お前もしかして。これってそうなの？やったな、チワ。こんばんは。知りたくないか？お前の母親を殺したやつだよ。誰なんですか？サトルだよ。優等生ぶって申し分のないできた男みたいな顔をしてるが、サトルだってマミヤの人間だ。お前みたいな新参者が現れて自分の取り分を脅かされたら面白いわけがないだろ。長男の政治が死んで実権は当然次男の自分に回ってくるはずなのに、お前に横取りされたんだからな。信じられないな。私お父さんから聞いてるんだけど、この前うちに遊びに来た日、お父さん悟さんのこと見かけたって、うちの近くで。本当か？ならますます怪しい。俺は悟が会長と鍵をかけた部屋で密談してるのを聞いたんだ。会長はもうかばいきれないと言ってた。申し訳ありません。女を殺されて政治は恨んでも恨みきれなかったろう。だがあいつは家のために口をつぐんで死んでいった。身内のスキャンダルが間宮グループ全体の利益を損ない、親戚一同従業員全員の運命を変えてしまう。それが分かっていたからあいつは涙を飲んだんだ。私の責任です。このことは親父も知っていたということですか？そうだ。だが身内を守るために口をつぐんだ。身内？何なんだよ身内って。北斗、奴らに一泡吹かせないか。お前も悔しいだろ。俺も一人だけ蚊帳の外に置かれた恨みがある。一緒に組んでこのネタをマスコミにバラすと脅して奴らから根こそぎ会社を取り上げる。その上でそれを潰すも生かすもお前の好きにすればいいじゃないか。やっぱり俺は家族に恵まれないんだな。
生まれてきたことも生きていることも歓迎されない。そんなことないよ。少なくともお母さんは北斗を産んで大事に育ててくれたじゃない。お父さんだってお父さんなりに北斗を守ろうとしてくれたんじゃないの。お前がいてくれて本当によかったよ。俺の家族はお前だけだ。それと北斗、まずは早く病院に行って確かめよう。うん。でもまだ誰にも言うなよ。周りは敵だらけだ。俺たちの子供ってだけでまるで歓迎されないどころか、このままだと命を狙われ危険だってある。分かった。でも相馬さんには言ってもいい？ございます。お赤飯炊かなくてはですわ。あもうれ、男の子でちか、女の子でちか、孫ができたようですわ。お祝い何がよろしいですか。うぐぎはお好みがございますから、メリーゴーランド、ベリーベッド、ちょっと気が早いけど、かわいい木馬にいたちの蝶がね、マブマブ。いくらなんでも早すぎると思いますけど。いいえ奥様、コーチは拙速にしかずと申します。早いに越したことはございませんの。私お世話をしてきた甲斐がございました。陽子も草間の陰できっと喜んでると思います。なんだ。設楽社長がお見えです。お父様のことでお悔やみを申し上げたいとおっしゃっております。通してくれ。この度はご愁傷様でした。パリに出張中でお父様にお別れできなかったけど、せめてあなたに会ってお悔やみを言いたいと思って。ありがとう。私も寂しいのよ。お父様とは親しくさせていただいてたから。親父は君のことを気にしてたからな。失礼いたします。社長、スミナスケミカルの常務が10時にお越しです。分かってる。忙しそうだから帰るわね。奥様によろしく。ちょっと待って、聞きたいことがあるんだ。何？親父は何か君に言わなかったか、昔のことで。昔って？俺の母親がひき逃げで死んだことは知ってるよな。あなたをかばって？それも知ってたのか。犯人はどうやら俺の身内らしい。誰がやったのか親父には見当がついてたみたいなんだ。それについて君何か言わなかったか。いいえ何も。そうか、ごめんなさい、お役に立てなくて。実は妻に子供ができたんだ。チワのこと母と同じような目には絶対に合わせたくないんだ。だから親父の気持ちがよくわからないんだよ。
もしチワが殺されて誰がやったのか分かってたら、そいつのことを許すなんて絶対に俺にはできない。そいつをかばって口をつぐむなんて。すまない、君にはどうでもいい話だったかもな。どうでもよくないわ。覚えといて、私はいつだってあなたの味方よ。お待たせいたしました。美香さん、わざわざ来てくださったの？無理することなかったのに。いえ、月に一度の楽しみなんです。向こうでの生活にも慣れてきましたし。そう、では始めましょう。今日の花材はユリ、葉物はアレカヤシです。季節を感じられるよう植物と対話をしながら生けていきましょう。間宮家では月に一度リエコさんに生け花教室を開いていただいてるの。海外からのお客様のおもてなしをするのに日本文化をたしなんでおかなくてはね。はい。今までは未熟な若い嫁だと思って多めに見てたのよ。でもあなたも間宮家の嫁として家族親族の行事には漏れなく参加してもらいたいの。はい、わかりました。じゃあ千葉さん、皆さんにカサブランカを配ってくださる？お花の名前はご存知よね？あちらの白い百合ですよね。植物は好きな方なんです。あら、そうなの。頑張ります。大丈夫？ご気分が悪いの？はい、すいません。もしかしておめでた？やっぱりね。私も高行を妊娠した時とってもつわりがきつくてつらかったの。妊娠したての頃が一番つらいのよね。お腹も目立たないし誰にも気がついてもらえないけど。あの、このことまだ皆さんには言わないでおいていただけますか？分かったわ。安定してからの方がいいですものね。すいません。いかがなさいました？千葉さんにお水持ってきてちょうだい。かしこまりました。まずいな、妊娠のこと気づかれたか。ごめんなさい、沙織さんには誰にも言わないでって頼んだんだけど。悟さんにもバレたかもしんないな。あの人勘がいいから。ねえ、本当に悟さんが北斗を殺そうとしたと思うの？お父さんとは血のつながった兄弟だよ。それでも昔から兄弟は他人の始まりと申します。血のつながった兄弟でも骨肉愛争うのはイギリスのチューダー王朝や源平の昔から世の習いにございます。はいはい、すいませんね、額がなくて。よし、ボディーガードつけよう。え、大げさだよ。なんで襲われたと思ってんだよ。お前だぞ本当に。すぐに危機感をなくすというか。喉元を過ぎれば暑さを忘れるですわ。それを言うなら危ないのは北斗の方だよ。
北斗こそボディーガードつけた方がいいんじゃないの？社長には私がついております。こう見えましても私柔道空手合気道五段でございます。おっす。はい。それと奥様、奥様のお父様にも見張りをつけてございます。いろんな意味で見張りが必要な方ですので。いろんな意味って？うん、なんだよ全然リーチ来ねえ。ああ今日の1000円も終わりか。今までの俺は仕事が全てだった。もう妻を悲しませたくないんだ。実は妻に子供ができたんだ。お呼びですか？もしもし。美咲です。実はちょっとお願いがあって。どうした？うちが提携しているリゾートホテルなんだけど、経営状態があまり良くないの。ああ、あのホテルか。一緒に視察に行って、専門家の目で診断をしてほしいんだけど。視察だと日帰りでは帰ってこれないな。ちょっと今自宅離れたくないんだ。悪いけど。分かってる。奥さんが心配なんでしょ？うちに優秀なボディーガードがいるの。留守中あなたの奥さんに付き添ってもらう。それでどう？そうだな。こんなこと言いたくないけど、この前のあなたのピンチは私が助けた。ピンチの時はお互い様でしょ？分かったよ。ボディーガードの件は助かる。こちらもちょうど考えてたところだったんだ。美咲さんのホテルに出張？経営難に陥ってるホテルの再建を頼まれた。美咲にはうちの経営危機を救ってもらった借りがある。だよね。断れないよね。いいよ、行ってきなよ。すまない。なんで謝るの？私もう美咲さんのことなんか全然気にしてないよ。そりゃ向こうはまだひょっとしたら北斗に気があるかもしれないけどさ、こっちにはお腹に赤ちゃんがいるんだよ。最強じゃん。それにこんな時に北斗が怪しいことするとも思えないし。まあ世の中にはそういう旦那もいるみたいだけどさ。そっか、なら行ってくるよ。で、俺の留守中のことなんだけど。何？クヨンスと言います。どうも。今日から2日間あなたの護衛をさせていただきます。お願いします。素晴らしい環境でしょ？確かにいいとこだな。でもその分開発に相当なコストかかったんじゃないか。
男の料理ってことで今回は、今までは主婦層を相手にしてたんだけど男の子若い男の子もターゲットにしていこうかなと思ってて。よし、じゃあご飯にしよう。お腹すいた。休憩にしようね。ああ、うん、ですね。俺ハンバーグとこのワインセットっていうんでしょうかな。ちあちゃんもどう？私はお酒は。あれ飲めなかったっけ。いいじゃない、ほらグラスワイン一杯だよ。いや無理強いはダメですよ先輩。それにお昼から飲んじゃったら仕事の効率悪くなるじゃないですか。うん、つまんない男だね。千葉ちゃん、こいつのどこが良くて付き合ってるの？え？だって結構付き合い長いんでしょ？八神とさ。付き合ってませんよ、僕と千葉さんは。え？でもお前この前付き合ってるって。言いましたけど、先輩から千葉さんを守るためです。先輩に手が早いから。まあ、そうなんだ。あ、っていうかそういう言い方はないだろう。っていうかなんだよそれ、守るって。好きじゃなきゃそういうこと言わなくね？ねえ。チワさんは結婚してるんです。そうなの？え、私ドリンクバーおかわり行ってきます。え、結婚してんの？ごめんなさい、嘘ついて。ううん、今日はノンカフェインの紅茶なんですね。いつもはコーヒーなの。うん、コーヒーも飲みすぎると体に良くないって言うから。千葉さん、僕になんか隠し事してません？別に何も。赤ちゃんですか？なんで分かるの？兄ちゃんのお嫁さんが妊娠するの何回も見てるから分かります。そっか、八神くんに隠し事はできないね。千葉さん、お母さんになるんですね。よかったですね。疲れたり気分悪くなったりしたらすぐに言ってくださいね。奥寺先輩いい人だけど気は利かないから。うん、ありがとう。いい眺めだな。そうよ、全室スイートの完全なプライバシーの中で二人だけの時間を楽しめる贅沢さが売りなの。どうぞ。ありがとう。おいしい。レッツェフィアーノ。イタリアから取り寄せてんの。食材もワインも運搬費が高くつくだろう。地鶏や地ワインを使えばコストは削減できる。シェフは一流を引き抜いて食材は地元のものを使うのが鉄則だよ。分かってるわ。でもなかなか売りになる食材がないのよ。調べれば何かあるはずだろう。ちょっと待ってて。頼りになるわね。
意外といろいろあるぞ。これとかどうかな。後にして。せっかく二人きりでいるのよ。俺は仕事しに来たんだぞ。私は仕事であなたを呼んだんじゃない。あなたと二人きりになりたかったの。今日は旦那さんは？今夜は出張なの。リゾートホテルに美咲さんと一緒に視察に行ってる。美咲さんってあの女社長の？そう、噂の人。気にならないんですか、千代さん。前に付き合ってた人なんですよね。大丈夫だよ。夫婦って結局は信頼関係でしょ。どんなに遠くに行っても気持ちはつながってるっていうか、そう思い込むことが大事っていうか。これは預かっておくわ。何してるんだ。君らしくないぞ。私らしくない？そうよね。私は話の分かる都合のいい女だもんね。あなたの仕事の邪魔をしたこともなかった。あなたに別れてくれって言われたら素直に別れた。なんでか分かる？結婚を間宮家に入り込むための単なる手段だ。誰が相手でも同じだ。愛なんかないってあなたが言ったからよ。愛のない結婚なら許せると思った。あなたにとって仕事や出世が一番なら私が二番になろう。私にしかできないやり方であなたを支えてあげようって。でもあなたは変わった。妻を悲しませたくないっていう理由で仕事を選り好みする男。身重の妻を放っておけないから泊まりがけの出張には行けないって男に。だから私も都合のいい女はやめる。力ずくであなたを奪ってやる。チワさん。私を抱くの。そして秘密を抱えて家に帰るの。私はあなたに何もかも捧げたんだから、あなたにもツケを払ってもらう。めちゃくちゃ言うなよ。俺たちはもう終わったんだ。分かってないのね。私が奥さんを人質に取ってること忘れたの？人質？そうよ。あのボディーガードは私の言うことなら何でも聞くの。もしあなたが私を抱いてくれなかったら私は彼女
あなたの敵に引き渡す。何言ってんだよ。間宮家の人、悟さんって言った？えげつない身内よね。まだ子供だったあなたを殺そうとしたんだもん。彼女になって何をするか。逃げましょう。え？大丈夫ですか？大丈夫。北斗の命を狙ったのが誰だったのかはっきりさせてください。お前人一人殺してんだぞ。どうする北斗。あなたが母にしたことを私は一生許しません。一発殴らせてもらってもいいですか？俺が守る。俺にはお前がいる。北斗、やっぱりあなたには世界のてっぺんが似合ってる。ありがとう北斗。すまない千和。懒人必备外语神器。